巨人の山崎伊織投手が30日、都内の球団事務所で2600万円増の年俸5100万円円、金額は推定、で契約公開を行った。去年も今年も4位でクライマックスシリーズで戦ってみたいという思いがあります。優勝したいです、今年以上の成績を残せるようにという思いがあります、と語った。山崎は春季キャンプ序盤に右肘の違和感で1軍を離脱し、 開幕ローテ入りは叶わなかったが、一軍合流後は順調に勝ち星を積み重ねた。自己最多の23試合に登板して、自身初の2桁勝利となる10勝。5敗防御率2